しばし率いる義軍は巨匠郊外で文金らの奇襲を受ける。一時は窮地に陥るも、しばしょうらの活躍によりこれを撃退。一行は堂々たる姿で洛陽へと凱旋した。関球圏文金らの鎮圧により義内の反しばし派は沈黙。ここにしばしを頂点とする葬儀の新たな体制が盤石となった。その後しばしらは4年をかけて凱勢の軍を準備。満を持して蜀と呉の両面に向けて軍を動かした。しばしは呉への侵攻をしば将に任せると自身は蜀へと進軍。一息に蜀漢の都成都までを落とす構えで漢中に先陣を張った。天命を得たしばしの覇気に郭淮当該夏侯派も奮い立つ。春英たちの闘志は蜀との戦いに終止符を打てるか。殿、傷の具合はいかがでしょうか。あまり無理されてはお体に。心配には及ばん。そちらこそ己の身をいたわったらどうだ。おお、この死に損ないに温かいお言葉、感無量です。ところで夏侯派、蜀との戦、迷いはないの？いや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 、その説は本当ご迷惑をおかけしました。もう大丈夫です。今の俺には一点の曇りもありませんから。当該、今日で蜀との決着をつける。お前の働きに期待するぞ。退任と心得ております。皆、我が天命にその身を預けよ。必ずや蜀を制圧し、共に凱歌をあげるぞ。蜀は北伐と称し義を脅かしてきました。今こそ彼らを討ち、その脅威を断つ。それこそが自分の任務と心得ます。夏侯派殿と共に蜀攻めの陣に立てる、これほど嬉しいことはありません。今こそまさに蜂球の時。夏侯園殿の無念、私たちで晴らさねば。亡き夏侯園殿も喜んでおられるはず。共にお父上の仇を討ちましょう。ああ、郭淮、お前って病弱なんだか元気なんだか。将は呉との戦に向かわせた。おそらくはこちらよりも激戦となる地だ。奴も成長したのだろう。逃げずに二つ返事で引き受けたからな。蜀のしつこさには並行するよ。一体何度義に攻め入ってきたことか。ついにあの国に引導を渡すことができる。そう考えるとせいせいするね。まして気合い入れるぜ。見ててくれよ父さん。夏侯中堅、行ってくる。
ご分を。生徒を制圧し職を鎮める。まずは城を包囲せよ。よくに遠慮はなった。攻めて攻めて攻めまくるぜ。ぶっ飛ばせ！
心情なのよ。ということでさよなら。敵将討ち取ったぜ。邪魔者は消した。いざ勝者で門を打ち破るのだ。今のうちに本陣を狙う部隊を撃破せよ。敵将撃ち取ったぜ。ぶっ飛ばせ。明日は行動たる一部、この俺が相手だ。喰い。お引きください。これでは脅威度が下がる。皆が諸君のために戦っている。じゃあ私一人仲間外れてしまうとしよう。どうして龍禅様が出てきてしまう。龍禅様どうしちゃったの。こんな話じゃなかったと思うけど。のこのこと龍禅が出てくるとは。アングな皇帝を持つ諸君の神ルビー、奴を撃てばこの戦は終わる。皆突撃せよ。
この瞬間を夢見たことか。もうすぐ加工エンド殿の無念を晴らせる。ああ、カクアイ、父さんも喜んでるよ。分身の娘として当たって砕けます。援軍とは願ってもない。ここから巻き返しましょうぞ。私がお前の相手だ。その武器を試させてもらう。誰にも止められますまい。ベッドバッテ登場到来。私が非力のばっかりに、もっと筋肉をつけて出直します。私の力を敵将打ち取ったぜ。Yeah!
私は今の武士、諸君の皇帝だ。あんたも大変だな。けど、これで終わりにしてやるぜ。私を差し置いて目立つと、いい動きだ。私は降参しよう。だから民を傷つけずに許してほしい。生徒は完全に抑えた。将官、洛陽に帰還し戦勝を報告せよ。了解です。洛陽はよく知っていますからね。